はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、今函館空港の方に到着しまして、今日からですね、フォーポイントバイシェラトン函館さんの方にね、お世話になりますということでですね、これからの市内方面のね、シャトルバスに乗って函館駅の方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。ということでね、チェックインが完了いたしまして、本日は、ね、10階の角部屋にしていただいているそうです。はい、整氷機なんかね、ございます。ということで、1022でございますね。はい、かなりね、落ち着きのある感じのお部屋ですね。はい、ということで、本日はこちらのですね、10225室になってます。こちらからね、海が見えますね。入っていきましょう。はい、おお、なんかいいですね。落ち着く感じの空間ですね。はい、本日はまあこんな感じのね、お部屋となっております。いや、なんかいいじゃないですか。こんな感じで、なんかウェルカムメッセージもいただいております。はい。ちょうど函館駅の方ね、見ていただける、ビューとなってますね。はい。こちら側のビューです。では、簡単にですね、お部屋の方見ていきたいなと思います。はい。本日は、こちらですね。エレベーターホールを出ていただいて、左手奥進んでいただいたこちらですね。10225室となっております。はい。まあ、扉とかはね、ウッド調の感じになってますけど、まあ、一昔前っていう感じはね、やっぱりありますね。入っていただいて、左手にね、すぐ姿見のね、鏡があって、メインのね、電気のスイッチがございます。はい。そして、入っていただいて、左手の方にこういったね、収納スペースがございます。まあ、リュックとかちょっとね、今ポンと投げてしまいましたけど、まあ、荷物ね、置く台こういう風になってますね。はい。で、こちらにハンガーであったりとか、消臭スプレー、そして、靴べらとシューブラシ。はい。で、足元の方には、このようにですね、スリッパ類がございます。収納スペース。はい。そして、こちらの方には、緑茶だったりとか、マグカップ、ティッシュ。そして、お水と、グラス類。電気ケトルがございます。あ、コーヒードリップもあるんですね。あ、これ好きなやつです。いいですね。はい。ポーションなどは、どうなってますかね。はい。はい、こんな感じで、アールグレーが2つと、コーヒーがね、2つという感じです。いいじゃないですか。そして、こちら、冷蔵庫は、空です。で、入っていただいて、こちら右手ですね。こちらが水回り。はい。こんな感じで、お風呂とトイレ。はい、ございます。そしてこちらですね。はい、アメニティ類がシャンプー、コンディショナー、ボディソープとございます。そして、はい、こういったアメニティ類と、ドライヤーは、あれですね、きっとね、取りづらい。イオニティじゃないかなと思うんですけど、はい。こんな感じで、パナソニック製のイオニティでございます。はい。置いておきましょう。危ないですね。はい。で、ウォシュレットね、こんな感じでございます。はい。まあ、ユニットタイプっていう感じですね。まあ、でもなんかね、リニューアルされてて、いい感じじゃないですか。おっと、シャワーが出た。はい。まあ、水圧なんかもね、全然申し分ない感じですね。
はい、こちらが水回りという感じです。はい、そしてこちらの方にはテーブルと電話機、そしてセキュリティボックス、セーフティボックスがあって、こちらにランドリーの、ね、バッグ類がございます。はい。で、ここに照明、あ、HDMI ね、差していただくことできる。これだったらね、Fire Stick TV とかもね、差しやすいですね。いいじゃないですか。で、コンセントが2箇所という感じですか。テレビのリモコンと電話機。で、間接照明。こういう感じでつけていただくことができるという感じですね。はい。まあ、コンパクトですけど、こういったね、ドレッサー兼デスクみたいなのがあっていいですね。はい。で、本日はね、ツインルームという感じになってますんで、ベッドがね、2台ございまして、まあ、フリーサイズの、ルームウェアがね、このようにも置いてございます。はい。入り口灯だったりとか、足元とスナイトをつけて、こちらですね、コンセント1箇所と USB-A が1箇所。そして、こちらにね、時計がございます。ここら辺もね、きっとこうやってつけていただくことがね。はい。まあ、結構明るくなりますね。なんか非常におしゃれな感じ。なんだろう。ちょっとなんか、ミッキーに見えなくもね、おかしいですかね。はい。まあ、こんな感じですね。で、空気清浄機がこのようにありまして、はい、つけておきましょうかね。はい。で、先ほどのね、ウェルカムメッセージがございます。これ、ウサギですかね。これなんか見たことあるな。なんかね、テレ東かなんかで見たことあるぞ。羊のシェーンみたいな感じでしたっけ。なんかそんな感じですね。で、ソファー、めっちゃなんか、細長いですけど、ソファーがあって、いいじゃないですか。はい。いやー、函館やってまいりましたね。こんな感じですね。まあ、やっぱり駅前なんでね、いろんなホテル揃ってますし、なんか困るところも、食べるところもね、全く困らなそうですね。はい。いいじゃないですか。で、ここも電気ね、つけておきましょう。はい。まあ本日はね、こちらの方にお世話になりますと。いかがでしょうか。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。インターネット速度、ダウンロード下りが 24Mbps、アップロード上りが 19Mbps となってまして、Wi-Fi 速度としましては 44Mbps となってまして、まあ、ちょっとね、黄色いので、インターネットの速度は遅いです。Wi-Fi の速度は実用範囲ですという感じで出てますので、まあ、ちょっとね、ライブとか、お届けする場合には、ちょっと不安定なんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日はですね、こちら。フォーポイントバイシェラトン函館さんの方にお邪魔させていただいております。はい、今日はね4月の7日ということでですね、まあ5月いっぱいでですね、こちらのフォーポイントバイシェラトンさんは運営は変わらないんですけれども、リブランドということでですね、もうフォーポイントバイシェラトンマリオット系のホテルではなくなってしまうということもありますし、まあ Q1 プロモーション中ということもありますので、まあ、宿泊実績をね稼ぐためにも今ねやってきた方がいいかなというふうに思いまして、やってまいりました。はい。まあ、だいぶね、遅れませながらですけども、まあ、非常にね、函館時代私も初めてなんですけども、空港からですね、函館駅がめちゃめちゃ近い。もう20分ぐらいでね、バスで来れるという形ですし、バス自体も500円ぐらいでね、来れてしまうという感じで、めっちゃ便利です。で、駅前なので、もうね、食べるところにも困らないんだろうなっていう感じはね、もう伝わってまいります。まあ、本当に今チェックインしてですね、まあ、お部屋の方にね、来たばかりでございますので、まあ、館内散策などはね、ちょっとゆっくりさせていただこうかなというふうに思いますけど、今のところは、まあ、やっぱりね、ちょっと古さは、あるかなっていうふうに思いますけど、まあ、駅前でですね、まあ、函館ですしね、まあ、こんな感じだろうなというふうに思います。まあ、ただですね、ご飯はめちゃめちゃね、美味しそうだなっていうふうに思ってます。で、別に、スクリーン自体がね、まあ、古いっていう感じは見受けられますけど、まあ、綺麗ですしね、あの、清潔感もあって、もう古くてダメだっていうことでは当然ありませんので、まあ、新しいね、ホテルと比べてしまえばね、あの当然古さは目立ちますけど、別に全くね、気になりません。まあ、リブランドしてですね、内装を変えるのか変えないのかちょっとわかりませんけども、プレミアキャビンさんにね、変わるという形でございまして、まあ、プレミアムホテルグループでね、運営自体は変わらないので、まあ、スタッフとかはね、基本的には変わらないのかなというふうには思っておりますけども、なんでね、変わるんでしょうね。まあ、いろんな問題もあるんでしょうかね。はい。ということで、まあ、夜なんかもね、どこで食べようかなっていうふうにね、悩んでます。ホテルの中でね、食べるのもいいですし、やっぱり周辺でね、食べるのもやっぱりいいなっていうふうに思ってるので、まあ、ちょっとね、
悩んでおります。まあ、今回こちらね、2泊させていただくという形でございます。本日は1110225室となってまして、チェックアウトがね4月の9日という形でございます。はい、ということで、まあ、2泊ねゆっくりさせていただこうかなというふうに思います。まあ、ちょっとね一通り、まあ、ライブのセッティングなどを、終えてですね、まあ、ちょっと館内散策だったり周辺のねちょっと散策行ってみようかなというふうに思います。じゃあ楽しんでいきたいと思います。はい、それではですね、散策がてらちょっとねもう夕飯を食べに行こうかなと思いますけど、エレベーターホールには製氷機ございますね。はい、このような製氷機とビールとかもね売っております。こちらですね、ドリンクなどもお部屋の方にね持っていただくことができます。ウェルカムドリンク13時から19時までという形ですね。はい、とりあえずねこれから今函館駅前なので、なんかね食べに行こうかなと思います。めっちゃお腹すぎました。はい、近場にはね丼横丁とかねございますね。17時35分発、下関行き列車は新函館駅には停車いたしません。はい、駅前なのでですね、もうこちらのこの距離でですね、まあ、こんな感じのねモールみたいなのございますね。はい、もうね雨だしここら辺でね食べちゃおうかなと思います。はい、ということでとりあえずいただいていきます。はい、ごちそうさまでした。まあ、今日ね初めてのご飯ということもありまして、めちゃめちゃね美味しかったです。いや本当はねもうちょっとねゆっくり探してですね、まあ、ゆっくりね地元のものを食べたかったんですけど、まあ、十分美味しかったです。まあ、今日はですね、まあ、この後ゆっくりさせていただいて、22時半からまたこちらでライブをお届けさせていただく予定でございます。そちらの様子につきましては上の方にリンク貼っておきますんでね、よかったらそちらのアーカイブ見ていただけると嬉しいです。ゆっくりさせていただいて、明日の朝食ね、挑んでいってですね、まあ明日お昼にですね、まあこれもね近場なんですけれども、根室花丸さんのまたおすすめいただきに行こうかなというふうに思っております。楽しみです。はい、ということでゆっくりさせていただきたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。昨日はねぐっすり眠ることができました。今日はね、あの雨も止んでいい天気になりましたんで、まあ、ちょっとね周辺の散策などもねしていければなというふうに思います。まあ、今ねシャワー浴びてですねさっぱりしたところでございますけれども、これからね早速朝食の方ね食べに向かっていきたいなというふうに思います。じゃあね行ってまいります。はい、こちらね朝食会場です。とりあえずですね、こんな感じでね持ってきました。結構ね山盛りで持ってきましたね。ラーメンとかザンギとか豚肉なんかもあります。はい、じゃあいただいていきます。海鮮と、うん、豚肉と地元のものが食べれていいですね。地味に塩辛とか嬉しいですね。ガスミカレーめっちゃ歯が黒くなりそう。
ちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。豚丼、海鮮丼、ラーメンサラダ、ラーメン、最高ですね。はい、イカスミカレーっていうのがあってね、ちょっと面白かったですね。まあイカスミっぽい感じはあまりなくて、まあカレーだったんですけど、黒いカレーっていう感じでしたね。いやー、個人的にはね、海鮮丼はまあもちろんなんですけど、豚丼が美味しかった。豚丼って勝手に私が豚丼にしただけなんですけど、豚とね、玉ねぎを甘辛く炒めたやつか。めっちゃ美味しかった。はい。ということでね、もう一泊ね、させていただきますけども、まあ基本的には同じね、ルーティンの繰り返しとなります。まあ今日はですね、まあ根室花丸さんっていうね、まあ回転寿司なんですけど、なんかね、美味しいっていうことも聞きましたんで、まあそちらの方行ったりとかですね。あとは、最上階のですね、バーなんかもちょっと覗いてみようかなっていうふうに思います。まあ、それだけね、最後お届けさせていただいて、今回のね、こちらのフォーポイントバイシェラトン函館さん。まあ、とりあえずね、リブランド前に駆け込みでですね、まあ、Q1 プロモーションの助けもあってですね、来ることができてよかったなと思います。またね、函館来る際にはですね、まあ、ホテルがね、マリオット系のホテルではなくてですね、プレミアムキャビンっていう、ホテルになるわけなんですけど、また訪れたいなというふうに思いました。まあ他ね、近くラビスタさんとかもありますしね、いろんなホテルもありますんで、ぜひね、泊まってみたいなというふうに思います。皆さんもぜひ函館いらっしゃった際にはですね、まあひょっとするともう4ポイントバイシェラトン函館さんではなくなってるかもしれません。6月1日にね、リブランドの予定となりますから、まあそれまでに間に合うようであれば、ぜひ、マリオット系のね、ホテルのうちに遊びに来ていただいて、まあ間に合わなそうであればね、そのリブランド後でも、この周辺のホテルでもね、構いませんので、ぜひね、楽しんでみていただいてはいかがかなというふうに思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。今晩もね、またこれライブやる予定でございます。そちらのアーカイブにつきましては上の方にね、リンク出しておきますので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。珍しくね、クレジットカードの話してますんでね、よろしくお願いいたします。はい。ということでね、今回の動画がためになった、参考になった、面白かったという方、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方では、こういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録と、ベルマークの通知ボタン、これね、皆さん、チャンネル登録と、グッドボタンね、押していただけると励みになりますし、こういったね、動画の継続、ますます頑張っていけると思いますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。で、次回のね、動画につきましても、お見逃しがないように、ぜひチャンネル登録いただければと思います。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。あ、めっちゃお腹いっぱい。ありがとうございます。どうぞ。